こんにちは、庶民派メタチューバーのサクラリウムです。このチャンネルはメダカ飼育を楽しむ方、アクアリウムを楽しむ方に有益な情報をお届けできるように頑張っていきますので、よかったら最後まで見てください。自己紹介はこんな感じです。自己紹介動画もまた別で上げてますので、よかったらそちらも見てください。今回はサクラリウム流メダカ飼育ルーティーンをご紹介していきたいと思います。メダカ飼育されてる方っていろんなルーティーンってあると思うんですよ。まあ朝起きてまず餌をあげますとか、いろんなルーティーンがあると思うんですけれども、まあメダカを飼育考えてる方とか、まあメダカ飼育始めて間もない方ってみんなどういうことをやってるんだろうなって思う方もいらっしゃると思うんですよね。私自身他の人ってどうやってメダカ育ててるのかなと思って YouTube 見たり Instagram 見たり Twitter 見てるんですけれども、その私のメダカの飼育方法っていうのが、これからメダカを始めようとか、メダカ始めたけれどもどうやって育てていいかわからないっていう人に少しでもお役に立てたら嬉しいなと思います。で、私はメダカ飼育歴2年と、まあ比較的まだ短い方なんですけれども、まあ、1年で最初の9匹から575匹まで繁殖に成功させることができましたし、まあ、アクアリウム自体は十何年前から少しずつやってますので、少しはお役に立つというかご参考になるんじゃないかなと思っています。よかったら最後まで見てください。それではサクラリウムのメダカ飼育ルーティンをご紹介していきたいと思います。まず朝起きたら各水槽の電気をつけていきます。で、これがボトルアクアリウム2つ置いてるんですけれども、こっちがグロッソスティグマを育てている水槽ですね。で、こっちの方がワビクサを入れている水槽になります。で、ワビクサっていうのがいろんな水草が一つの島に、まあ、埋め込まれているようなものなので、まあ、それを入れるだけで結構いろんな水草楽しみますので、結構初心者の方にはおすすめです。で、これがプランタゲーナカーボですね。で、これが炭素です。水草の光合成には二酸化炭素が必要なんですけども、なかなかボトルアクアリウムって二酸化炭素の機械とか入れられないので、こういう風に炭素を加えてあげて水草が元気に育つようにしています。で、大体これ40リットルに確かワンプッシュぐらいだったので、まあ、このボトルアクアリウムって4リットルぐらいしか入らないので、本当に少しだけ入れて、このようにスポイトとかでぐるぐるぐるっと全体に行き渡るように回しています。このプランタゲナカーボについては他の動画でご紹介してますので、よかったらこちらも見てください。で、こっちが60センチ水槽ですね。こちらも電気をつけてあげましょう。で、ここではですね、今南沼エビを飼育してます。で、前までここでメダカを飼育してたんですけれども、産卵の時期になったので外の水蓮鉢にお引越しさせてあげました。で、各水槽の電気がつけ終わったら、採卵したメダカの卵の確認を行います。これは毎日やってますね。見てください。可愛いハリコちゃんたちがしっかりと泳いでくれてます。嬉しいですね。で、必ず親とあのハリコとか卵は別に管理してあげるようにしましょう。親が間違って食べてしまうんですよね。なのでしっかりと採卵してタッパーなどで管理してあげましょう。それではこの生まれたハリコを外のハリコ容器に移してあげようと思います。ベランダにハリコ容器があるんですけれども、あの僕熱帯魚とかも好きなんですけれども、観葉植物とかも好きで、これ今観葉植物をベランダの前に置いてますね。どうしても日当たりがいいからここに置くんですけど、毎回ちょっと邪魔なんですよね。邪魔なので、あのコロコロとかつけてすぐに動かせるようにしています。で、これがメダカの張り子を飼育している容器ですね。今は夏なので上にすだれをかけて直射日光が当たらないようにしています。で、これを開けてみましょう。じゃーん、わかりますかね。小さい張り子がですね、結構何匹かいるんですよ。ちょっとこの画像ではちょっと見にくいんですけれども、この中に今日生まれた張り子を入れていきたいと思います。で、この飼育容器の中には赤玉土と、あと酸素石を入れてますね。あとこの後あの松本、あの牡蠣の貝殻を入れるんですけれども、やっぱり水質を維持するためにいろんなものを入れてあげて、自然の力を借りて張り子を育てています。で、張り子の育て方についてはこちらの動画で紹介してますので、ハリコ飼育なかなかうまくいかないっていう方はこちらの動画を参考にしていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひとも一回見てみてください。なかなかあと1匹が出てこないですね。で、なかなかこれ映せない場合はスポイトとかを使って移動させてあげたらいいと思います。で、卵は別で管理してあげるようにしましょう。これで移動完了です。生まれたハリコをハリコ飼育容器に移動できたら、次は卵の管理をしていきます。で、卵の管理っていうのは、例えば腐った卵とか、あと無精卵の卵っていうのをピンセットで取っていく作業になります。で、これなぜしないといけないかというと、卵って腐ると他の卵も腐らせてしまうんですよ。
あのカビとか生えてきて白いモヤモヤみたいなものが出てきて他の卵まで腐らせてしまうので、必ずこの卵の管理っていうのは、まあ、毎日、まあ、少なくても2日に1回ぐらいはやった方がいいかなと思います。で、僕1回も大失敗したんですけれども、1回高熱で倒れたんですよ。で、あの40度近い熱で本当3日4日ぐらい起き上がれないぐらい で卵を4日後に気づいてみたら、ほぼあの100個ぐらいの卵が全部腐って全部ダメになったっていうことがありますので、ものすごくかわいそうなことしたなって思いますので、皆さんもしっかりと卵の管理はしてあげるようにしましょう。で、ざっくりどういう卵がダメかというと、先ほど言ったように白いもやっとしたものとか、あと中がもう白く濁ってしまっている卵、あとメチレンブルーを入れている場合、卵の中がもう真っ青になってしまっている卵は基本的には無精卵か腐ってしまっている卵ですね。このあたりはしっかりと除去してあげるようにしましょう。で、卵のその管理方法とか、まあ、孵化率を上げる方法についてはこちらの動画でご紹介してますので、よかったらこちらの動画も見ていただけたら嬉しいです。卵の管理ができたので元の場所に置いておきましょう。あと卵の管理にはメチレンブルーがいいと言われてますね。腐りにくくなるみたいです。で、今まではこのメチレンブルーのやつを開けてそのままポチャンと1滴入れてたんですけれども、1滴でも多すぎるんですよね。すごく濃いんです。で、見つけたのがこの100均のスプレーです。で、これめちゃめちゃ便利で、これだいたい 0.1ml 出てくるんですけれども、1回シュッとするだけでメチレンブルー出てきますので、すごく便利なんですよね。もうこれぐらいの量でちょうどいいので、皆さんもメチレンブルー1滴じゃ多すぎるなっていう、まあ、これぐらいの容器で卵を管理されている方は1回これ使ってみてほしいと思います。ちなみに、キャンドゥで売ってました。卵の管理が終わったら次は餌やりをしていきます。これが今親メダカが入っている水田鉢なんですけれども、餌は高タンパクの繁殖用の餌を与えています。で、これをですね、セリアのこのオイルボトルの容器に入れて与えてるんですけれども、これめちゃめちゃ便利なんですよ。あの、やっぱり餌の袋のままあげるってドバッて出てしまったり、あと毎回毎回なんかジッパーを閉じないといけないと思うんですけれども、これ片手で蓋の開け閉めもできるのでむちゃくちゃ便利なので、皆さんも一回買ってみてください。みんないっぱい食べてくれてます。やっぱりヒレナガは上から見ると優雅で綺麗ですね。ヒレがひらひらっとすごく綺麗です。で、隣の水田鉢は稚魚を入れてます。だいたい生後1ヶ月、まあ、このネットの中に入っているのはもっと1週間とかなんですけれども、他のところで泳いでいる子はだいたい1ヶ月ぐらい経った子ですね。この子たちにも餌を与えていこうと思うんですけれども、ハリコ用の餌を与えているんですが、これも100均グッズを活用しています。調味料入れにこの穴を1つ以外はセロハンテープで塞いで、こういう風にあげるとドバッと出てこないのですごく便利ですよ。ハリコの餌与えている方はぜひともこれ1回やってみてください。次は生まれたばかりのハリコ、まあ、大体 1,2 週間ぐらいの子たちですね。その子たちに餌を与えていこうと思います。こちらもまずは人工のハリコの餌を与えます。で、その後に PSB を入れるんですよ。で、 PSB っていうのは、まあ、2つ入れる理由があって、1つが水を良くしてくれるっていうのと、もう1つがハリコの餌になるって言われています。で、ハリコの餌になるっていうのが、まあ、PSB がそのままハリコの餌になるよっていう人もいれば、PSB を入れることによってそれを食べた微生物が増えてそれが餌になるっていう人もいますので、まあ、どちらにしてもハリコにとってはいい環境になりますので、この PSB は必ず入れてあげるようにしています。餌をあげ終わったら次は採卵をしていきます。で、これも100均グッズ活用してまして、これセリアの産卵床なんですよ。で、セリアはこの産卵床のたわし生地の部分と浮き輪の部分を合わせて200円なんですけれども、この200円で12個作れるんですよ。で、それめちゃめちゃコスパが良くて、普通のなんかホームセンターとかで売ってるのって4個とかで 4,500 円したりするんですよね。で、全然こっちでも卵つけてくれるので僕はこれ使ってますね。あとは最近はこのチュール生地も結構セリアに出てきてたので、これも見ていただいている通り結構卵つけてくれるかなと思ってますので、結構この2つを入れています。で、卵はしっかりと採卵をして別容器で管理してあげましょう。やっぱり親メダカが食べてしまうんですよね。そうなるとなかなか増えないので、繁殖させたいなと思っている方はしっかりと採卵をして一匹一匹しっかりと生まれるように管理していきましょう。で、ここからは毎日のルーティンではなくて週に1回の、まあ、休みの日のルーティンになります。で、休みの日はこういうふうに水替えをしています。
でまず水替えをするときに上の方に油膜が結構張ってるんですよね。で僕はこういう風にセリアのボールを使ってまず油膜を取るんですけれども、インスタのフォロワーさんに聞いたら油膜はキッチンペーパーとかで取れるっていう話を聞いたので、次ちょっとキッチンペーパーでやり方試してみようかなと思っています。油膜が取れたら次に水を抜いていきます。で私このプロフォース M サイズを使ってるんですけれども、フォースはですね、皆さん必ずいいものを使ってください。100均の、シュポシュポとか、ホームセンターで売ってる300円とか400円ぐらいのシュポシュポあると思うんですけれども、もうストレスが全然違います。やっぱりですね、これプロフォース M って1500円ぐらいして、言ったら5倍ぐらいの金額するんですけれども、フォースだけは皆さんいいのを使ってください。シュポシュポはなかなか出てこない時があってすごくイラッてすることがあるんですよね。でこっちは比較的そのストレスが少ないので、僕はこのプロフォースいいかなと思っています。ただデメリットとしてはこの上の蛇腹の部分が穴が開いて水が出てくるっていうこともあるみたいなので、 Amazon でだいたい500円ぐらいでこの蛇腹の部分が売ってるみたいなので、それを何個か、ストックしておく方がいいのかなと思っています。はい、水を抜き終わりました。水を抜き終わったので次はカルキを抜いた水を入れていきましょう。あとこれ夏場今やってるんですけれども、要注意なのが外の水蓮鉢って水温がむちゃくちゃ高くなるんですよね。下手したら本当に40度近くまで上がってお湯やんって思う時も結構あるんですよ。でお湯の中泳いでるって思うこともなんかあるんですけれども、そこに冷たい水入れてしまうとメダカに負担がかかってしまいますし、あと水の痛みも早くなるみたいなんですよね。なのでできるだけ水蓮鉢を直射日光に当てないようにして、水温がそこまで高くならないようにするっていうのが一つ。あとは水替え用の水が入っている容器を水蓮鉢の隣とかに置いといて、だいたい同じ水温になってから入れてあげるっていうのがいいと思います。私はこれ今上に何も載せてないんですけれども、通常はすだれとかを上にかけて直射日光が当たらないようにしてあげてます。ではここでちょっと飼っているメダカをご紹介したいと思います。私が飼っているのがブラックダイヤ松井ヒレナガと呼ばれる種類ですね。もうこの種類1種類だけを育てています。むちゃくちゃかっこよくないですか。しっかりと黒くて、でヒレも長くて、僕本当に好きなんですよ。ラメも入ってキラキラして、もうこのメダカが僕本当一番好きだなと思っているんで、これをずっと育てています。本当は龍の瞳とかいろんな種類飼ってみたいなとはやっぱり思う、ちょっとは思うんですよ。これが一番だなとは思うんですけども、やっぱりいろんな種類メダカ今いますので、他の種類も飼ってみたいなと思うんですけれども、なかなかやっぱり500匹とか1000匹とかを目指すと、その他の種類飼ってるとなかなかそっちの方に手が回らないなと思って、あまり器用な方ではないので、とりあえずは1種類だけを今頑張って育てています。水替えしたのでこちらの水槽にも PSB を入れておきましょう。 PSB って本当に便利ですよね。で絶対私も入れるようにしてるんですけども、この PSB やっぱ買うとまあまあな値段しますので、私は自分で培養しています。で培養方法についてはこちらでご紹介してますので、よかったらこちらも見ていただければ嬉しいです。で今年からなんですけれども、産卵に向けてっていうことで、このテトラのメダカ産卵繁殖用水作りっていうのを入れてあげてます。これなんか要素とかビタミンとかが入ってるみたいで、メダカの産卵に必要なミネラルとかを補ってくれるみたいなんですよね。で気をつけてほしいのが、これはカルキ抜きではないので、これとは別にカルキ抜きを入れてあげる必要があります。これが通常の場合は10リットルに対して10ミリリットル入れるみたいなんですけれども、産卵の時は倍の20ミリリットル入れてくださいって書いてありました。でこの容器がですね、だいたい50リットルぐらい入るので、だいたい100ミリリットルこれ入れるんですよ。でこのほとんど半分ですね、半分使い切っちゃうので、まあまあお金かかるなって思いながら、産卵してくれたら嬉しいなと思いながらこれを使ってみました。でもそんな多用するものではないかな。去年は別にこれ使わずに卵を産んでくれたので、あったらいいなぐらいだと思っています。あと結構これなんか黄色くなるんですよね。最初びっくりして、これ大丈夫かなと思ったんですけれども、次の日には普通の色に戻ってたんで、安心してというか特に問題はないかなと思っています。メダカさんたちが卵を産んでくれるのを楽しみに待ってましょう。以上が桜リウム流メダカ飼育のルーティンでした。これからメダカ育てたいなと思っている人とか、メダカ育て始めたけど皆さんどうやってやってるのかなって気になっている方は、私のメダカの育て方のルーティンが少しでもご参考になれば嬉しいなと思っています。
それではこの動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。インスタもやってます。そして最近ツイッターも始めました。メダカのこととかメダカグッズについて紹介してますので、よかったらフォローをよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったら友達にご紹介いただいたり、グッドボタンやチャンネル登録していただけると嬉しいです。これからもメダカ好きな方に有益な情報をお届けできるように頑張っていきますので、よかったら応援をよろしくお願いします。それでは皆さん、いろんな人のメダカルーティーンとかメダカ飼育の風景見て勉強して自分のやり方を作っていきましょう。また次の動画も見てください。またね。バイバイ。